皆さんこんにちは。しょっちゃん、にっちゃん、てっちゃん、さあれさやおチャンネル、今日はサンキューマートで購入したものを紹介します。久々大急ぎで行けました。行きたいとこを事前に考えて超猛スピードで行ったので、紹介お願いします。じゃあまずハートの鏡スタンド開ける？開けていい？サムネ撮ってない待って、開ける前に、はい、はい、いいよ。まずはハートのスタンドから、なんだっけ、わかるかな、ここの鉄、この鉄が斜めってる、ここ削らないといけなくない？ピンピンじゃない？ピンピンではない、多分ね、プラスチックで型を抜くときにさ、ちょっとして、ギュッてしたら、ギュッてしたらわかる。おお、はい、かわいい、はい、見えないよね。どうする？上落とす。どうしたらいいんだ、ここのハートの部分は、ああこんな感じ、後ろが映るからね、プチプチで隠してるけど、はい、で上向けとけばね、両面鏡だね。次はせいちゃんのバツ丸くん、中入ってないの、うん、中、次はベルト、そうそう、これかわいいよね、左右からギュッてできるやつをりっちゃんとしょっちゃんと使えるかなと思って買いました。今度お着替えのとこ、お出かけの時ね、次いつお出かけできるかわかんないけど、ね、使いたいと思います。次はボールペン、ボールペ ン、りっちゃん前髪になんかついてる、取ってあげて、取れた、ゴミがついてる、取れた。次はバチマルくんのペン、これもサンキューマートだね。あ、そうか、全部サンキューマートか。あれ、使って何入ってる？ああ、これ別だね。で、これ390円のステッカー2枚とストレートアイロン。あ、そうそう、前回紫買ったので、今はね、同じのお部屋にいるからいいんだけど、4月からしょっちゃんは受験生になるので、お部屋分けるから、ね、しょっちゃんの部屋にマイヘアアイロンを置くようにします。次は、歯ブラシセット、歯ブラシセット、クロミちゃんとシナモンとハピダンプル、ハピダンプル、あー、ハピダンプル、はい、次はえっと、除菌ジェルでチップと、うんデールが誰の？せっちゃん、せっちゃんので、くまのぷーさんがしょっちゃん、うん、チップとデールも今月いっぱいでって言ってたね。サンキューマートなくなるんだって、コラボ。え、チップとデールも、うん、チップとデールが、え、トムとジェリーだっけ、うん、あ、トムとジェリーだった、チップとデールかと思った、じゃあトムとジェリーだ、なんだで、100匹ワンちゃん、100匹ワンちゃん、リッちゃん、あ、トムとジェリーね、チップとデールかと思った、似てるよね。うん、で、最後は、最後はクリアバッグ、クリアバッグ、クリアバッグは、これは母が、せっちゃんが、なんだっけ、おたバッグ、板バッグ、板バッグとかを入れて持ち歩くために買ってくれました。サンキューマート
もっと広がったらいいのにね。楽しいよね。まだある？だけだけ。うん、それこれは別だね。サンリオでしたやつで、誰だっけ？ダニエル。ダニエル。キティちゃんの彼氏。え、違う？多分合ってる？ミミィちゃんの彼氏、キティちゃんの彼氏です。かわいい。あ、何？しっとりした感じだね。かわいい。終わり？終わりです。うん。では、今回買ったのはいくつだっけ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個。13個買いました。またこれを使っていろいろしたり、こベルト買ってコーディネートしたり、りーちゃんがお部屋で鏡使ってたりするとことか、せっちゃんが新学期もう使うんだっけとことか紹介したいと思います。あと板場作ってたらね、を紹介したいと思うので、また見てください。次はサンキューマートはアメリしか入ってないのか。そうかそうか。なのでまた感染者が減ったらだね。今回も朝一バタバタ行ったもんね。お姉ちゃん帰ってくるまでの間に。なのでまた時間と様子、コロナの様子とかを見ていきたいと思います。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。グッドボタンお前ですね。バイバイ。バイバイ。